おはようございます。じゅんやです。今日は11月27日月曜日、現在の時刻は5時10分です。今自分はですね、安曇野市無料駐車場の第一駐車場に車を止めています。今日この後ですね、つば九郎岳の方に登っていこうと思っています。つば九郎岳は、自分が登山を始めて1年ぐらいだったと思うんですけれども、初めて登った北アルプスの山ということで、非常に思い出のある山になります。そこから約3年ですね、3年ぶりのつば九郎岳ということになります。最初に登った時はね、まだ登山初心者だったので、当然無雪期、確か9月ぐらいの登山だったと思いますけれども、現在はつば九郎岳に結構雪が積もっているということになります。そろそろね、本格的な雪山シーズン、が、到来するという形になりますけれども、その雪山のですね、慣らしというか、はい、出だしというところで、今回このタイミングでつば九郎岳に登ってこようというふうに思いました。で、つば九郎岳のですね、山頂付近にある円山荘なんですけれども、営業がですね、一旦、昨日11月26日で終了しています。本当はね、円山荘の営業期間中に登りたかったんですけれども、ちょっとスケジュールの都合で、今日になってしまいました。ただ、昨日まではね、結構お客さん登っていたと思うので、トレースはまだ、はっきりと残っていると思います。ただね、ちょっと食事の心配とかトイレの心配とかあるんですけれども、その辺もちょっとね、山小屋がない想定で準備をしていますので、問題なく登れるんじゃないかなというのは思っています。ということでね、今回は当然ですけれども日帰り登山という形になります。なのでまだちょっとね、あたりは真っ暗ですけれども、この後準備をしたら、最初多分ナイトハイクっぽくなると思うんですけれども、暗いうちから登り出して、なるべく早いうちに下山しようというふうに思っています。はい、久しぶりのね、雪山登山ということで、ちょっと自分も感覚を、こう呼び戻すためにいろいろとこう考えながら登っていきたいというふうに思います。今日はね、天気予報は非常にいい予報になってますので、山頂からの景色、非常にいい眺めが見られるんじゃないかなというふうに思ってますし、雪をかぶったね、つば九郎岳は当然初めてですので、その辺非常に期待しています。はい、ということでこの後準備をして、登山をスタートしたいと思います。それでは安全第一で行ってきます。はい、改めましておはようございます。現在の時刻が6時10分ですね。登山をスタートしました。空はね、だいぶ明るくなってきました。ただまだちょっと減点は必要かなっていうくらいの暗さです。つば九郎岳のこの中房温泉からのコースは、ご存知の方も多いと思いますけれども、北アルプス三大急登のうちの一つということなので、かなりねハードな登りになります。で、もうここからですね、登山を始めてすぐに急登が始まります。はい、今日はね日帰りではあるんですけれども、ちょっと荷物は重めで、さっき測ってみたらですね、水を除いて13キロなので、水を含めると14キロぐらいと、天白装備並みの重さがありますんで、ゆっくり登っていきたいと思います。
登山を開始してね、もうすぐで30分ぐらいが経過しようとしています。もうだいぶ明るくなってきて、閉店は、いらない感じですね。でね、今格好を見ていただけると分かるように、シェル着ていないですね。駐車場を出た時には着てたんですけども、もう登山口に着く頃には暑くなっちゃって、脱いじゃいました。で、気温がね、今2度ありますね。で、今日ね、稜線上は風速15メーターぐらい、結構強い風が吹く予報なんですけれども、こう樹林帯の中はね、もう無風なので、はい、シェルはなしで全然大丈夫です。むしろちょっと暑いぐらいですね。で、もうちょいしたらね、第一ベンチが出てくると思うので、そこでちょっとだけ休憩していきたいと思います。もうね、今日はこまめに休憩を取りながら登っていきたいと思います。はい、現在の時刻は6時46分です。登山をスタートして40分ぐらいですね、経過しました。第一ベンチに到着しました。よいしょ。はい、ここまでね、いいペースです。じゃあちょっとだけここで休憩したいと思います。はい、5分ほど休憩して登山を再開しました。ちなみにね、今日着ている格好なんですけれども、上がですね、インナーに、モンベルの厚手のメリノウールの、インナーですね。で、その上にブリングの、これもメリノウールのフーディーを着ています。で、寒くなったらこの上に、化繊のインサレーションと、さらにその上にハードシェルという感じです。で、下はインナーにモンベルの化繊の薄手のタイツで、その上に、ノースフェイスのアルパインライトパンツという感じになってます。で、靴下は、メリノウールのダーンタフの、ハイソックスに、その上に、さらに厚手のですね、メリノウールの靴下二重履きにしています。二重履きにしている理由はですね、寒さというよりかは、今日履いている登山靴がですね、ちょっと大きめのサイズを買ってしまったので、足がね、靴の中で動いてしまうので、まあ、それを防ぐために二重にしています。いや、足元だいぶ滑るようになってきましたね。ちょっと様子を見て、アイゼンつけようと思います。合戦小屋まで荷物を上げる、荷上げ用のロープウェイですね、これね。これが見えてきたっていうことは、第二ベンチャーもすぐそこのはずです。はい、7時17分です。第二ベンチに到着しました。登山をスタートして1時間ちょっとですね。じゃあここでも少しだけ休憩したいと思います。ちょっと見晴らしのいいところに来ました。あ、すごい。これはどっち方面だろうな。お天照とかは見えてないと思うんですけどね。表銀座一部かな。綺麗。第二ベンチを出発して20分ぐらいですけど、だいぶね、雪が多くなってきました。かつね、日陰はアイスバーン状になっているので、こことかね、ちょっとアイゼンがないと結構登るのきついですね。そろそろ装着しないと危険かもしれないです。もうちょっとだけ壺足で進んでみたいと思います。はい、現在7時56分です。第3ベンチに到着しました。ふぅ、
登山を開始して1時間40分ぐらいですかね。はい、じゃあここでも休憩したいと思います。はい、もうあまりにもねちょっと滑って、効率が悪いのでアイゼンを装着しました。これでねサクサクと登っていけると思います。はい、円山荘まであと 2.8 キロで、中尾山温泉からは 2.7 キロということで、ちょうど中間ぐらいですね、この辺が。はい、じゃあ頑張って登っていきたいと思います。いや、 やっぱりアイゼン装着すると全然違いますね。余裕で登れます。もうちょっと早くに装着すればよかったかもしれないです。第3ベンチね、手前までの登山道は雪がねないところも結構多かったんですけれども、第3ベンチ以降はね基本的にはもうずっと雪ですね。雪が溶けて、地面があらわになってるってところはほぼないです。はい、なので第3ベンチ以降はもう確実にアイゼンが必要な状況です。はい、現在8時50分です。富士見ベンチに到着しました。出発して2時間40分ぐらいですね。さあ、じゃあここで休憩したいと思います。いや、なかなかやっぱり登りごたえがあります。そして今日も富士山は見えないか。天気はいいんだけどちょっとね霞んでますね。いや、さすがにザックの重量が14キロぐらいあるんでなかなかきついですね、北アルプス三大急登。ちなみに日帰りなのになんでこんなに荷物が重いかと言いますと、靴がね去年初めて雪山を本格的に始めて冬靴買ったんですけれども、足にねちょっと合わなくってすごい痛い思いをしたんですね。なんで今日はもしねまた痛くなって辛くなったら嫌なので3シーズン用の靴をね持ってきました。多分ねそんなにまだね厳冬期じゃないので3シーズン用でも歩けること歩けると思うので、はい、足が痛くなった時用に予備として3シーズン用のそこそこ重い靴を持ってきました。加えてねドローンも今日持ってきたので、はい、荷物がかなり重くなっているという感じになります。よっしゃ、頑張っていこう。あと半分ぐらいなんで。9時35分ですね。スタートして3時間20分ぐらいですね。さすがに閉まってるよな。なんか滑車がね回ってる音はしますけど、よっしゃ、じゃあここでまた休憩したいと思います。ほら滑車回ってる。なんでだ。はい、現在の時刻はちょうど10時ですね。合戦小屋でだいぶ長めの休憩をしました。見ての通りですね、
完全防備しました。ここからね、徐々に風が強くなってきそうなので、バラクラバとヘルメットを装着しました。はい、そしてハードシェルも来ました。はい、これで完璧です。でね、合戦小屋はもう閉まってるんですけれども、向かいにあるトイレは利用できました。今日時点では。はい。ありがたいですよね。はい、では、これから、つば九郎岳、まずは円山荘ですね。円山荘に向けて出発したいと思います。はい、合戦小屋出発して5分ぐらいですけれども、だいぶ見晴らしが良くなってきました。で、こっち方向にね、槍ヶ岳だと思う。あれ槍か。あ、ちょうど正面に見えてるの多分槍ですね。あれ結構近くに見えます。はい、現在10時20分ですね。なんだっけ、合戦なんとかの頭だったと思います。到着しました。槍が見えてますね、正面に。あ、そして円山荘が見えました。つば九郎岳も見えてるのかな。あ、え、そしてこっちに見えてるのあれ剣なけないか。でもちょっと剣っぽい形をしていますね。後で調べてみたいと思います。円山荘ね、結構近くに見えるんですけど、ここからまだね、コースタイム50分ですね。なんで自分の場合1時間ぐらいとかかると思います。はあ、絶景絶景。ちょっとじゃあほんの少しだけここで休憩したいと思います。はい、現在10時57分ですね。ちょっとねドローン飛ばしたので長めの休憩を取ってしまいましたけど、はい、もう円山荘が目の前なので最後頑張っていきたいと思います。もうちょっとです。あ、すごいな。もうすでに360度絶景なんですけど、すごい。朝かかっていたね、町の方の雲海はもうほぼ消えています。槍がね少しガスにかかってますけど、見えたり見えなかったりしてますね。よっしゃ、この絶景を眺めながら円山荘向かいます。はい、現在の時刻は11時36分です。円山荘まで本当にあと少しです。で、ここからなんですけども、夏にね、登った時には、ここからこういう感じで登ってって、で、天場のところに出て、で、そこから円山荘って感じだったんですけど、もう冬季はですね、ここ使えないみたいですね。登ってって、多分この稜線上を尾根城を渡って円山荘の方に向かっていくという感じになると思います。最後ねちょっとあの辺急登がありそうです。はい、じゃあもうラストスパートですね。頑張って登っていきたいと思います。はい、もうね本当にあと
円山荘までわずかなんですけど、最後の最後めちゃめちゃ急登でした。ここすごいな、今日一急登です。おお、しかも直登なんですよね。これを頑張れば円山荘です。はい、現在の時刻は11時51分です。円山荘に到着しました。うー、疲れた。いや、なかなかハードな登りでした。結局だから6時過ぎぐらいに出発したので5時間50分ぐらいですね。いや、結構時間かかりました。まあでも午前中に到達できてよかったです。さあ、円山荘は昨日までで営業は終わってるはずですけど、もしかしたらね、今日売店くらいは開けてるかもって言ってたんですけど、どうでしょうか。一応発電機の音はします。一旦正面玄関の方に行ってみたいと思います。おー、そして裏銀座が見えてきました。うわ、すごい、久しぶりこの景色。うわ、すげえ。懐かしいなこの景色。最初にね、つばくろ岳登った時な、何の山が見えてるかさっぱり分かんなかったんですけど、今はね、ある程度分かるようになりました。いやー、絶景。槍もね、ガスがだいぶ取れてきました。稜線がくっきりと見えてます。よし、じゃあちょっと正面玄関でお昼ご飯にしたいと思います。そしてね、諏訪黒岳が正面に見えてきました。北アルプスの女王と言われている諏訪黒岳です。だいぶね、雪は溶けたみたいです。相変わらず美しいですね、本当に。あの奥に見えてるのはね、立山ですね、多分。だからさっき見えてた山、やっぱり剣だな。よいしょ。はい、やっぱり正面玄関はこれはちょっと半分閉じかかってますね。もうほぼ閉じてる感じです。中は電気ついてますけど。ちなみに、あ、売店もやってなさそうですね。はい、じゃあどっか風の当たらなそうなところで昼ご飯食べたいと思います。はい、現在12時20分です。お昼ご飯を食べ終えたので諏訪黒岳登ってこようと思います。いやー、予報通り稜線上は風が強いです。15メーターぐらいはやっぱりありそうですね。ただね、気温は0度ですね。なんで、まあ、そこまで激寒っていう感じではないです。
日差しもあるので。はい、そしてね、イルカ岩が見えてきました。これですね。初めてね来た時には一回イルカ岩を見逃してしまって戻って記念撮影した思い出があります。はい、イルカ岩です。そして前回ね槍が見えなかったんで、このイルカ岩と槍のツーショットが撮れなかったんですけど、今日はバッチリです。はい、これがねメガネ岩です。こっから見るとね何もメガネに見えないんですけれども、こっち側に回り込んで、はい、こんな感じです。これがメガネ岩です。よし、じゃあね、坪カルト岳、もうあれがピークですね。最後の登りです。ちょっとね最後急登ですけど頑張って登っていきたいと思います。さあ、もうすぐで坪カルト岳山頂です。この先だと思います。よっしゃ、この上だな。あ、三角点が見えました。よいしょ、やった、タッチ。13時ちょうど、燕岳2763メートル登頂しました。はい、燕岳登頂しました。やりました、2回目の燕岳登頂です。嬉しい。そして今日は景色が最高です。360度絶景。素晴らしい。ちょっとね山頂の景色じっくり撮影したいと思います。
はい、現在の時間は13時21分です。つば九郎岳山頂からの景色を堪能しましたので下山を開始したいと思います。一旦ね、円山荘に向かいます。いや本当に今日風は強いけど、もうそれ以外は最高です。さよなら、また来ます。じゃあ下山します。はい、円山荘まで戻ってきました。ちょっとね、天場を見てみたいと思います。せっかくなんで。さっき遠目に見たらね、テントは張ってなかったんですけど、あ、ここもそうですけど、設営した痕跡はあります。はい、こんな感じで、そうだな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10針ぐらいは張ってた形跡ありますね。結構深く風よけを立てています。ただね、ここはね、風の影響をあんまり受けない場所なので、意外と穏やかにこう過ごせるんじゃないかなと思います。自分もね、機会があれば、この円山荘で雪中キャンプやってみたいなっていうふうには思います。はい、じゃあね、円山荘前でもう一回だけ休憩したら下山したいと思います。はい、現在の時刻は14時3分ですね。円山荘で少し休憩しましたので、これから下山を開始したいと思います。今ね、日がちょっと傾いてきて、赤みを帯びてきました。なのでね、つば九郎岳が少しだけ赤みを帯びてきて、来た時よりかよりなんかこう印象的な感じになっています。はい、やっぱり綺麗ですね。ほんと綺麗。はい、ということでね、無事につば九郎岳下山しました。と言ってもですね、この背景が全然違うんですけれども、実はですね、つば九郎岳、下山してもうすでにどれくらいだ、2週間くらい、経ってるんですけれども、つば九郎岳下山後に、振り返りの動画ちょっと撮ったんですけれども、ちょっとね、伝えたいことが喋れてなかったので、今日改めて収録しています。はい、でつば九郎岳登山なんですけれども、今回は、日帰りで登るっていうことと、あとはその小屋締めした後の、雪山っていう形で、結構自分にとってはですね、日帰りっていうこととその雪山、小屋が閉まってるっていう2つの大きなポイントが自分にとって の挑戦チャレンジでした。ちゃんとね、登れて下山できるのかっていうところを、自分自身に確認する、はい、という意味も込めて、今回登ってきましたけれども、見事にね、うまくいったかなというふうには思います。ちょっとね、時間がね、思ったよりかかってしまって、特に登りでね、だいぶコースタイムよりか、タイムオーバーしたんじゃないかなと思いますけれども、なんとかね、日が落ちきる前に下山できてよかったというふうに思っています。動画のね、最初の方でお伝えしましたけれども、つば九郎岳っていうのは自分が初めて北アルプスに登った山ということで、非常に思い入れがある山ですし、当時はね、やっぱりすごい北アルプス三大急登の一つということで、めちゃめちゃきついなっていう印象がありました。その時はテント泊だったので、荷物もね14キロぐらいあったので、きついのは当然なんですけれども、で今回はね、日帰りということで荷物は軽めだったんですけれども、そうであってもやっぱり、きついなというところは変わりませんでした。ただやっぱり最初と比べればまだちょっと楽だったかなというふうに思います。休憩もね、そんなに取らずに山頂まで行けましたので、円山荘まで行けましたので、やっぱりそれなりに
体力はついているんじゃないかなというのは実感することができました。そしてこの小屋が閉まった後の、つばくろ岳ですね、中腹から上は雪が積もっていて、山頂付近は、ね、もう完全に雪山でしたけれども、まあ山荘で、ね、食料とか、飲料水とか、手にすることはできないということで、まあ、それなりの、装備、水と食料を持って、登りましたけれども、まあ、過風速なく、その辺はうまくできたかなというふうに思います。下山時にも、ね、ある程度水は余裕を持って残した状態で下山ができました。食料も、ね、十分に行動食、昼食、はい、まあ、予想通りの分量で取ることができました。でね、小屋が閉まったつばくろ岳ですけれども、まあ、やっぱりちょっと円山荘の周りとか、合戦小屋の周りとかもう扉がね、板で打ち付けられていて少し寂しい感じはするんですけれども、まあね、それはそれでこうより厳しい条件の中で、ちゃんと自分の力で登ってるんだっていう、雪山に登ってるんだっていう実感が持てていいかなというふうに思いました。はい、ただね、やっぱり何かあった時には助けてくれる小屋が助けてくれるわけではないので、基本的には自分自身の責任において、まあ、トラブルに対応していかないといけないということなので、まあ、その辺はねしっかりと計画を立てて、自己責任で、まあ、登るということだと思います。特にね、今回の自分みたいにソロで登る場合はなおさらですね。グループでね登る場合には比較的安心かなというふうに思いますけれども、はい、ソロで登る場合には、まあ、より一層その辺注意が必要かなというふうに思います。自分もこれからソロで登ることが多いと思うので、気をつけて登っていこうと思います。で、今回ですね、自分が一番ちょっと心配していたのが、冬靴ですね。昨シーズンからね本格的に雪山を始めて冬靴を購入して使っていたんですけれども、少しね自分の足よりか大きめのサイズを、まあえて買ったんですけれども、圧迫されすぎて、足が冷たくならないようにちょっとね大きすぎた感じがしています。なので靴の中でこう足がこうずれる、動くということで靴ずれが起きやすい状況でした。昨シーズンもね靴下を二重に履いたりとか、まあ、靴紐を思いっきり強く縛ったりとか、クッション入れたりとかいろいろ試してみて、一番こう痛みが出にくい状況っていうのを探り探り登ってました。はい、で最終的にたどり着いたのは、靴下を二重履きにして、紐をきつく縛るという、まあ、結構基本的なことですね。それが一番効果的だったような気がしたので、今回もね同じようにダウンタフの厚手の靴下の上に、さらにウールリッチのめちゃめちゃ分厚い靴下ですね、ハイソックス、を二重履きして、でそれで靴紐も本当に結構これ以上締めれないぐらい思いっきり縛りました。まあ、もともとね靴が大きめなのでそれくらい縛ってもその鬱血して足がこう痛くなる、冷たくなるっていうことはないので、はい、そういう状態で登りましたけれども、今まで靴ずれが起きていたかかとの部分とか、あとは小指の付け根部分ですね、その辺はね多少痛みはあるものの全然靴ずれが起きるような状況はなかったです。その辺は本当にほっとしました。もうね今回また痛みが出たらもう最悪靴を買い替えようかなというふうに思っていたんですけど、まだしばらくねちょっと使えそうです。はい、ただその代わりこれはねこの靴に限ったことではないんですけど、足の親指のねこの腹の部分ですね、ここが、下山時にね痛くなるんですね。今回も、ちょっと血まめができていました。なのでこれはねちょっと単価対策を考えないといけないかなというふうに思っています。ねどの靴を履いても下山時にそういうふうになるので、テーピングを巻くなり、はい、ちょっと自分で、もうちょっと工夫してみようと思います。はい、ということで、今回はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。